どうも、吉本手話部の菊池です、そして今日のゲストは、ペナルティの、ワッキー、ワッキーさんです。どうも、ワッキーでーす。お願いします。ありがとうございます。お願いします。今日はですね、はい、ワッキーさんに、手話、使ってる人だったらわかると思うんですけども、はい、サインネーム、というものをお伝えしたいと思います。サインネーム、はい、まあ、言ったら、まあ、そのあだ名みたいなことで、まあ、例えばですね、志村健さんは、はい、手話表現だと、志村健。嘘だ。いや、本当に本当に、あのアイーン の、 その、アイーン、はい、そのアイーン、ジャグを使って、志村健、もう一発で志村健さんになるんだ。これ手話分かんなくても、パッと見たら分かるじゃない。分かる分かる分かる。はいはいはい、って言って、これ志村健、例えば、ビートたけしさん、たら、ビートたけし、もう一発でコマネチ。そうですそうです。こうやってこういうのはいらないんです。そうなんです、いらないんですよ。お、いいね。すぐ分かる。サインネーム。はい。さんまさんは？さんまさんは三番。まあ、歯が出てる。さんまさんはギャグというよりも、そうそう、体の特徴というか、歯が出てるから。で、これを例えば、そのワッキーさんが、そのサインネームをつけるとしたら、何になりますか？代表的なギャグですよね。ですね。これかな。県境王子さん。すみません、あの、僕は見たことないそれ。あ、すみません、現在いっぱい知ってますけど、県境王子さん、僕は初めて見ました。初めて見た。あ、ごめん。あるでしょ、もっともっといっぱいあるんですから。あるね。ありますよ。あ、わかりました。ニュージーランド坊や。見たことないのよ。え、ニュージーランド坊や見たことない。全くないです。嘘だ、はい、やってました、それ。僕やってました。大好きですよ、ニュージーランド。本当ですか？僕といえばじゃないですか。ワッキーといえば。あ、絶対違います。わかりました。お願いします。これですね、はい、ブイー、これ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 、あの、芝刈り機の、そうですそうです、あの、ギャグ、はい、これもあの見たことある人いっぱいいると思うんですよね。あ、そうなんですかね、はい、なのでその、ワッキーさん の、 そのサインネームは、例えばワッキー。あ、いいね、これね、はいはい、あの、手も使ってますし。そうだね、なんかシュワっぽいんで、しばかり機、はい、しばかり機、これにしましょう、はい、いや、めっちゃいいね、なので、皆さん、あの、ぜひですね、ワッキーさんとお会いした時には、ワッキーって、いい、めっちゃいい。ぜひぜひお願いします、では、はい、あの、最後に、一緒にやらせていただいて、終わりました、はい、皆さんも覚えてください、よろしくお願いします、はい、では行きましょう、はい、せーの、ワッキー。いや、顔変わってる。何変わってる。